こんにちは、会長です。本日はですね、まとい使っていきます。まといがね、めちゃめちゃ火力が高くなりました。まあ、サムネにもある通り、まあ、僕のデッキでチームレベル9で殴るとね、もう凄まじい火力が出て、タンクもワンパンできちゃうっていうぐらいね。これね、もっとコラボ入ってる研究の、キルカード間違えたわ。ほら、やばくない？よいしょ。ダメでした。もっとコラボ入ってる研究の240だったらどうなっちゃうのっていう感じですよね。半分削れちゃったよ。いたせつ。やばくない？火力マジで最高すぎるんだけど。で、ヒーローアクションの硬直も短くなりました。ナイス。あとはタレットの火力かな？ナイス。オッケー。まだ来るんだ。そうだね。ちょっと。オッケー。引いてくれたんで、貯めましょう。まあ、っていう感じで、まあ、火力こそ正義なんで、まといの火力が上がったのは、だいぶありがたいですね。やっぱ単発なんで、一発の威力、めちゃめちゃね、ロマンあって、まあ、楽しいキャラではあるんですよ。全然家側の上からやれてしまうという。やべえ、待って、アインズも死んだ。もも鍋しいってくれてる。で、何がしは貫通あるから頑張ってほしい。オッケー。よくわからんけど殴れ。 OK。 よくわからんけど上から倒していくというね。いいっすね。マジで研究受賞ヒメタル受賞フルークで、なんか残り2枚全点アバカンとかにしとけば、受賞フルーク1万じゃなくて2万ぐらい出るのかな。めちゃめちゃロマンだよね。まあ、僕の今の火力の時点で多分、ほぼほぼ全てのタンクワンパンできそうだけど、条件が揃えばね、弱点で当たってとか、どうなんでしょうか。2戦目やっていきましょう。編成終わってる。アミスターが C が来れば、まあなんとかならんこともないかなっていう感じではあります。じゃあ C が行こうかな。で、まあ、さっきね、回復抜きでヒメタル全点振るかのっていう超ロマンデッキしてたんですけど、次はダメか回復ね、しっかり無発動でやってます。やったので前行きましょう。可能にあるふりして、引きますか。上からやって、いやダメだった。おー、いいですね。いやー、シリュウがねアミスタの弱点なんだよね。回復がある系の人だったら、そういう感じね。
オッケーオッケーオッケー、うまくない今の。頑張れ、君ならいける。あはは、悔しい。うん、どうしよっかな。とりあえずサレット貯めたいところを。たーくたーくたーく、シリュオッケー、オッケー。待って、凍った。え、めっちゃこっち側やん。うーん、岡部 HS もあるんだよな。どうしよっかな。次の日メタル上がったら、とりあえずタレット打ちます。とりあえずね。まあそうだよね。まあここで打って。そうなる？まあそうだよね、しょうがないね。でもなかなか惜しかったね。可能にあればワンチャン。岡部アダムにマジスコ持ちの意外と前線するっていうね、なんとかなりそうではあった。惜しい。でね、 HA の硬直これで短くなってるのか。なんかそう考えるとなんか全然だね。もうちょっとなんかどうにかならんのかね。はい、ラストやっていきましょう。でね、あれなんか固定っぽいな。もう どこ潜ってもカソだ。今バトル潜ってるんですけど、フリーバトル参戦してなんか全部ロールやばくて、あ、もうダメだって思ってバトル潜ったら、まあ、固定と当たったっていう。2試合目の動画もね、確認したら固定だったっぽくて、ちょ、誰かコンパスしてくださいっていう感じであります。持ってかないで、ちょ、勘弁して。うん、それやれるんちゃう。やれない。通常しよう。通常ならいける。シノンもね、マリアと一緒で、その HA も強いんだけど、通常で圧かけた方がいい場面っていうのが、めちゃめちゃ多いんで、ちょ、そこら辺のね、判断が、やっぱり野良だと難しいよねっていう。OK。ナイス。ナイス。これミクと相性いいかもね。結局デッキ、なんか、しっくりこなくて、これやってるんですけど。一番おもろいしね。はい。だーだーだー、うん、めっちゃ強いやん相手のデッキ。引きまーす。ミク HS あるよね。ナイス。じゃあ触っちゃおっかな。さあ、これ HS 明け通常一発でやれるんで、これ倒してから OK。 はい、いいね。
半分削ってでミク入ってでシノン延長数残ってるんで勝ちかな。あー熱っ GG。 はい、そんな感じでまといでした。まあ、火力は高い。まあ、ただデッキがねめっちゃむずい。無前転とか出てきてるんで、そのバイケンとか欲しいし、無前転欲しいし、赤テレパス欲しいし、うーん、自称可能ねか、狛江だかって赤ばっかなんですよね。まあ赤ばっかでもいいのかな。なんか、もうここまでアビリティが強くなったら他の色必要ないか。うん、超真っ赤っかデッキになるかなって思います。で、まあただ工場で組むには赤が足りなすぎるんで、まあどうしてもフルーク積まないといけなかったり。ってね、うん、感じもするんで、ただカウンターとか注意可能ねとかは別の色だから火力がちょっと微妙でって、まあどうしてもコラボが必要になってくるんで、なんかね難しいよねっていう感じ。もうまといがなんか強い弱いっていうよりかは、赤色が工場に少なすぎるのがその使用率とかが低い原因なんで、もうこれに関してはねちょっとどうしようもないです。はい、誰かなんか考えてください。はい、ありがとうございました。